シュクオルは、スイスのグラウビュンデン州委員軍にある、基礎自治体。ロマンシュ語が、公用語になっている。2015年1月1日に、アルデツ、グアーダ・タラシュプ・フタンシェントの、格下マインデと合併した。正式名称は20世紀中に、幾度か変遷を遂げた。まず1943年にシュルスから、バット・シュクオル、シュルスに改められ、1970年にバット・シュクオル。 のみとなった。1999年には、バットが抜けて、現在の名称になった。ホテルバルトハウス、フルペラ1 9 9 5年に、シュルズとして、初めて記録上に登場する。タラシュプとの境に1897年6月8日、新ルネッサンス様式のホテルバルトハウス、フルペラが開業した。ズグラフィートの要素を備えた、このホテルは、 ヨーロッパのベルエポックを代表する建築物であった。村の背後の V 時刻2006年の総面積は144.1平方キロで28%が農業用地、地25.7%が森林、1.1%が開拓地、45.2%が非生産地で占められる。北部の標高2785メートルのピーチシャンパチ山の南斜面には、 モッタナルンススキー場がある。12本のリフトを要する、スイスアルプス最大級のスキー場である。シュクオルは、イン陰ズオートタスナを合理に位置する道群の中心地で、温泉街や、保養地として知られる。下エンガリン地方における経済の中心でもある。最大の村落は、イン川の砂岩にある。境界層人口は2376人である。 2008年の時点で人口における外国籍の割合は23.6%であった。最近10年間における人口増加率は1.4%となっている。男女比は男性が48.5%、女性が51.5%、世代物住民構成は9歳以下が10.4%、10歳から14歳が5.0%、 15歳から19歳が6.6%、20代が11.7%、30代が15.7%、40代が14.4%、50代が13.1%、60代が9.5%、70代が7.3%、80代が5.4%、90代が1.0%である。直近の2007年の選挙で最も票を集めたのは、 国民党で投票総数の54.4%が流れた。以下、社会民主党、自由民主党、キリスト教民主党の順に続いた。25歳から64歳までの住民の約69.7%が高等教育を終了している。失業率は2.35%で、2005年の時点では第一次産業の16事業所に44人が、 第二次産業の32事業所に352人が、第三次産業の164事業所に1193人が、それぞれ勤めている。2000年の調査では、住民の49.4%がロマン主語を、39.2%がドイツ語3.9%がイタリア語をそれぞれ防護としている。村の下演画銀病院は2008年6月21日に、 会員100周年を迎えた。小さいながらも小児科、内科、循環器科、皮膚科、腫瘍科、婦人科、24時間の救急窓口、集中治療室2床を備えている。近くにスキー場があることから、整形外科にかかるものも多い。ベイスルジャリーファーマだと、チャサウィーランドナンバー29、それにクアハウスバットターアスプが国の重要文化遺産に登録されている。 年間降水量は693ミリで、年平均97.8日の降水がある。もっとも気温の高い8月には平均11.3日に96ミリ降る。ありがとうございます。